はいと、2021年1月9日英語物語ステイホーム日替わり復刻リターンズ言えましたということで、インドネシアでございます。左のような成績できまして、デッキは右のような通りで、もうゆるがりの宝箱はありませんとして、次からどんな風なんでしょうね。また恐ろしいなんかなんか出てくるんかなというのが布石じゃないんですけど、とりあえず成績いきましょう。昨日がまた例によって夜中でございます。12時から1時の間、多分8の5で折り返しまして、左のすぐ下ですね。で現在が25の16でということか、17の11、まあまあか、よくも悪くもとかで、まあ本題というかこれ結論なんですけど、これ教祖様今日ないと多分きついに思う。これこの前のガチャでなんとか幻突マックスまでたどり着きましたんで利用しましたけど、やっぱこれあれだ、ポテンシャル違うわ素直に、うん、で向こうはね、教祖様がね3突か4突だったかな。その代わり向こうね、こいつこいつ、これの第3形態、要は一番あのあれか強いやつか、あれがあったんで、せっかくなんで使ってみたんですよ。だけどもあかんね、水の名に火力なり水に対しての火力を上げたって、結局みんな風邪変してくるし、教祖様が風邪変するもんで、ね、大体の人多分使ってきますが、もっとりは多分使ってきますが、おそらくトツマックスじゃなくても使ってくると思うんですよ。実際向こうで自分使ったんですけど、それでも十分あれだもんね、機能しとったもんね。なんでね、ちょっと使いにくいねこれ素直に。だってもうこの何、今の環境水で折ることがなんか有利って感じんっていうの、いや風になっとって当たり前というか、そこからあと何、みかんの全体攻撃とかつないでいくっていう、そのデッキの話はまあ向こうの方が多分私的には本日メインなんで、メインになっちゃったんで、こっち先にやったんでで行きますけど、こっちちょっとしくっとるとこあるね。初手のハンコこれちょっとあの食いすぎ、コストここで書きすぎっていうのが、これ中途半端すぎるんですよね火力がね。これでだってメルコ先生打てんし、ちょっと中途半端なんだよな。城とかあそこら辺はまあなんとか何、回答速度でいけるんですけど、ちょっと中途半端はね、その分のコストをもうちょい後ろの方へ回してもよかったかなっていうとこありますわね。まあ詳しいデッキの方は向こうでお話ししますけど、要は結論から言うと、これ風変して耐えますが、ここそしたらここで風変したやつをみかん入れますが、みかん1ターン早いけど3ターンだけど、スキルはちょっと待って、全体でどこだった、いますが3ターンだけど、ここでね、イベ補正入ってるし、風変するし、叩けるやつってヒンヌーぐらいじゃない。逆にヒンヌーが何、2人ぐらいでとか3人とかで叩かれても、引き付け役って考えるなら、あ、もちろんね、あの風特攻のアテナとかか、あのあたり、あと、あの、私の好きなヒルズ系のやつ、あのあたりも確かにいますけど、まあ別に2人3人引きつけなら引きつけたで、他のね味方が残ってくるか、それはそれでチームとしてはいいかなというところで、これでまあ耐えたと前提しますが、2人でここでこっち向こうね、あいつ使ったんですよ。いや偉そうに言うけどね、あの私の性格だってね、対戦中にねみんな使っとったデッキをね、あの借りました。まあ解釈とかパクるとか、どういうことを使ってもらってもよろしいです、それは。プライドも下手くれもありませんから。やたらなんかみんな似とるデッキあったりなって、これスマトラ、スマトラを初手に向こう入れたんですよ。まあ、それもあれですよ。私のアイデアじゃないですよ、そんな。当たり前ですが、そんなもん。どっかの国方式です。おっといけない、口が滑りそうになったということで、で、ここにみかん入れますが、みかん入れたと思ったら、この前のやっと私謎が解けたのが、いや、お前気づくのが遅いよと思ったんですけど、なんかね、みんな使っとって思ったんですけどね、ちょっと待ってくださいよ。あいつあいつ。これ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 、小町さん、小町さんをここにおるんですよ。これまあ向こうで喋りますけど、いや向こうで喋るって先に喋った方が早いかなと思って、これなんでここにおるかなと思って、前も確かどっかで言ったと思うんですよ。5ターンでスキルターン5ターンのくせになんでここにおるかって。違うんだよね、違うんだよね。これ風変えますが、みかんで全体攻撃しますが、ここにこれイカだけどみかんだと思ってください。で変えますが、みかんね、当然のごとく風全体2ターン継続しますが、要は1回その使ったターンと次のターン
で、みかんが倒れたとしますが、そしたらここで風の、ね、火力強いやつを入れますが、こんなね、四国のショッカー軍団じゃねえ、ちょっとね、火力どころかね、火花も飛ばせんぐらいですが、なんだけど、これなら十分ね、風マジだから火力出せますが、で、コストも低いですが、で、ハマりやすい、そして最後にアロマ3姉妹、3兄弟じゃないけどね、まあ本当にね、コストがいろいろ揃ってね、スキルターンも早くて使いやすい蘇生を入れて終了みたいな。デッキがなんかすごく多発しとったもんで、まあ、真似てましたね。能書きはここまでとりあえずやっていきましょうということで、やっと謎が解けた。なんかほんとね、朝ね、ほんとなんかほっとしとった。あ、そういうことか、自分でなんか一人言ってました。あ、そうかそうかって、お前気づくの遅えよって何年やっとんだお前そんなの自分で考えられるのか。そうやって見とるとね、結構かぶりデッキ多いんですよ。教祖様使って次を、まあみかん多かったかな、風で生かして、でそのみかんの後ろを風の混じった、さっきの小町さん、そこら辺が結構固まっとるの多かったかな。あと初手、最後はアロマだよね、何形態使うかで。で初手をあいつ福引きの今回のシーズン3の名前出てこんやつがあれだったんですよ名前出てこんやつ、それでまとめた名前うまく。まあ本当ハンコは中途半端なんですよ、やつ、うん、あ、本当中途半端なんですよこれ。火力的にメルコ先生打てんとこがね。で向こうね、初めてスマトラ、私的に向いてない相場で、何、体力が多くて火力低いってやつ使ったんですけど、火力が低いなら低いなりに自分で認めて、例えばここで私がスマトラ使ってるとしますが、そしたらもう一番体力が低いやつ下げていくってこと、ハリウッドとかも下げらんっていうの、そういう方法でいけば、あれ城残しとるか先生、先生、先生でしょう。だからハンコ中途半端なんですよ。打てるのもある、パーセンによって。あ、でもあのタイミングでいかんかったら、あれもパーセン完全あれだもんな、そんなに遅いとは思って、あれぐらいだったら。そこがほんと中途半端なんですよね、使っていく分には。で27で一見軽そうだけど、これぐらいのコストになると、特にヒンヌが、ヒンヌでよかったな、ヒンヌだったな、またチクニーとか言いそうだった、お前口へ、またあれだぞ、またあれだぞ、あれだな、風を吸ってくれるな、シュッシュッと。変えれんよな、変えれんよな、あれはな、変えたいけど変えれんよな。ギャンブルだよな、こっちのチームが。要は何、分かっとる人だとさ、先にお嬢の方をさ発動させてさ、ウーマンを後にしますが、要は風吸うっていう意味で、そうし、それやられたらもう使えんもんね。で分かっとると前提でいっちゃうもんで、そこら辺まで。あれ変なのがおるぞ、あれ、これもあんまり好きじゃないね、あの地方出身と。ちょっとスペルに出ますが、ちょっとね、いや PRO だけだけどそんだけでもちょっとあれなんですよ。風まあするわな、するけど吸われるわな。まああれは一応あの棚ぼたじゃないけど、あのいただきましたありがとうということで、ここだのもな、体力多いとこな、うん、あれは相手に行ったってことかな。こっちがあれだよね、疲弊とか折ったりすると、あのギャンブルじゃないけどね、あれあの時ってどうやって偉いだろうね。例えばさっきのケースでさ、相手が風変でこっちが疲弊持っとったとしますが、あれは読みにくいよな、麻雀の裏読みじゃないけどさ、相手のハイパイで読んでかなかんよね。ああ、起きちゃうな、いやー、たけるけど落ちちゃうなって、お前あるだろう、悩んだんだろう、いや、そうですよ、そうですよ、落ちちゃうなって。いや、そうやって言っとる間に1か4、どっちだったかな、意義がないやつが確か味方とか同盟とかあっちの方だったよなって。いや、そうやって今頭の中で、あんまり政治家みたいな、なんか逃げようとしとってうまく、なんかパンドラ先生あれかそうかそうか、ここはあれだな、どうしようもできんなこれこれあれだね、あの13面待ちでさ、自敗積もってきてさあ、ね、リーチかけ取るところにさっていうところだよねもう振るしかないっていうの
あとイカサマするしかないもんね。あ、お前そういうこと言い出したな。そういうことだな。うん。だので、ね、漢字で迷った。一瞬一押しそうになった製品だったら一番最後に。最初ちゃんと読むよお前文字を。俺が言ったらあれだろ。ちょっと待って、ちょっと、あれ、画面が大丈夫、大丈夫。211。出てきたな、そこの重いのが出てきたな。オポジション。これが、でもあれだもんな、二人おるんだもんな。オポジション。ゴスロリボって白あれだもんな。あれだもんな、蘇生余裕のあれだもんな、スキル使わんモードだもんな。これでゴス使う？ゴスまだ使わんだろう。ゴス使わんだろう、まだ。ゴスまだ使わんだろう。使わんだろう。ネポン先生がかかったのはいいけど、 100% だね。あれか、そこ使わずにいくか、温存していくか。蘇生はかからんかった。アルマはかけれる。だけど火力的にどうか、めっちゃ足りんね。ねえ、めっちゃ足らんね。うわ、そんな弱いアルマたげらんで。三姉妹のあのスエジュじゃないの、なんて言えんの、あれ一番下って末っ子じゃないもんな。私はあのね、それで思い出した。甥っ子とかね、姪とかね、分からんのですよ。あの、だから問題いつも悩むけど、せっかくであれか、まあここ行っとくわ。せっかくだで一番強いとこ下げとくわ。どれ行っても多分あれだろう。でも一応幽霊じゃない私があれだろう。多分火力ある前提として、あ、1500与えた。Thanks。 もう最後のあれだな、あそこのだった、ハンギンザルド、ハンザンギルドだったか、あれとあのゴスロリのあれだね、タッグに。あそこまで行った展開っていうのはあかんってことだね。まあ、ちょっと悲しい声で Thanks ということで、そんな感じなんですけど、とりあえずまあ向こうがメインなんで、ということで、これはね、本当に何の情報もなしというか、何にも情報もないですよ。あの、自分で考えたんですよ。で、やっとるうちに、うんと思って、今日ね、こっちずっと一つだけやっとったんですよ。お前いつもって、いつもあれですよ、同時ですよ、二つ。話して同時ですよ。だからお前間違えたら変なことやるんだと。それで、まあいいや、向こうで喋りましょう、ということで。とりあえず例によってアカウントを変えていきますということで、はい、ということで、チェンジ。はい、ということで、例によってアカウント変えてきまして、成績がいつもと一緒でございます。夜中の1時からどんなもんだろう、30分ぐらいの、1時半の間ぐらいですね。8-3で、まあまあ、すごい成績で折り返しまして、デッキが右の感じにたどり着きまして、それで現在の成績が、こんな感じで24-14ということで、16-11。変わらんな、向こうと。そんなに声裏返っちゃったね。そんな大したことないんだ。ということでこんな感じなんですけど、これなんでかって思ったのが、あ、まずその前にね、これ魚丸でいいんだよね。これを試したんですけど、やっぱ最初に言った通り、風変されてあんまり機能しんっていうの。教祖様がおらんかったらね、特に今日イベでね、接待じゃないけどフィーチャーされてるところだから、アカウントでみんな使ってくるもんで、そうすると風され変されて、ほっとりなり動きようがないというか、ドーンっていうところで数千使って却下しました。どうかなと思って試したんですけど、素直にでもこれ数字見ても無凸だとやっぱあれだね、ちょっと火力不足すぎるとこあるね、全体的に、捨て的にね。うん、素直にこれ思います。あの、現実マックスならね、だけどこれマックスはちょっときついだろうということで、こんな感じの構成にしまして、これまず思ったのが、その対戦中に初戦にこれ使っとる人見て、これ本気なのかあれな、何なんだと思って、全然理解できんかったんですよ。確かにこれイベ補正入りゃ 1.5 でしょ。体力が4000ぐらいザクッと。で、火力が900、1000ぐらい。まあ、1000、めんどくさいから1000ぐらいにしますザクッと。だけどこれ風が入っとるから、1000どんなもんだかな。1200から1500ぐらい計算しとるんですよ。だからあそこら辺の清流とかあの辺りだったらなんとかあれだね。風が入っとる分があるわね。で、体力的にあわゆくば一発耐えるっていう可能性もあるわね。で、さらにコストが12っていうのは低いよね。これがね、最初にその何使っとる人と
一緒の体制になってずーっとなんかなんでこれなんでこれなんでこれずーっと気になってそればっかずーっと見とったんですよ。あんで分かったんですよ。あ、そういうことかと思って、耐えるの狙っとるというよりコスト的なとこあるでしょうね。いや、入れれんっていうの多分で、ちょうどね、イベ接待じゃないけど補正が入ってますが、なんで多分使ったんじゃないかなってずーっと分からんかった。とりあえず分からんままそんな感じかなと思い出して使ってみたんですよ。あ、そういうことかと思って、で教祖様当然、ただこっちはそうだね、 7-3 ですね、煙突が。まあ間に合ってないのもありますけど、これで十分で、この2人で1ターン耐えると私の非常に得意じゃない戦い方なんですよね。だいたいスキルターンギリで使うから、あの1ターン前倒しっていうのはあんまりね、あの使う人じゃないんで、間違えたりするとね、そういうことはないですけど、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 ということで民間を入れました。風変士はね、全体別にこれあれだもんね、最悪両方一発でもう集中砲火食らってやられても、一応民間のここのターンは全体攻撃かからんけど、ここはかかるもんね。そうすると、あそこら辺の何、ハンザンギルドとか、ハンギンザルドとか、私がハンギンコンボというやつ、さっきやられましたが、あの、私らのチームが、勝手に私のチームにしますけど、5ターンで、あいつ、こんにゃくとか同じ系統の、あの、つなぐやつありますか、ちょっと待ってください、5ターンだったか、6ターンだったか、あれって、防御、防御、6だったかな。あれから城とかへつなぐ、あの、私勝手にハンギンコンボって呼んだんですけど、あれ、ハンザンだったか、ちょっと待って、名前思い出せんと気持ち悪いな。前は思い出せんことばっかりだということで、あれこれじゃなかったか、あれ6じゃなかった、4だったか。うわ、気持ち悪い、これ出てこんと。これよくやるのがね、iPhone だとボタン小さいで右押しとるつもりが左寄ってガーって反対行っちゃうんですよ。あおったあおった、ハンザンギルドって私言っとんだね、勝手に運を入れとんだろうね。うん、これを要はつないでっていうのを、それも潰せますもんね。だ、展開が早くなるから、遅延が怖いぐらいか、そこぐらいだね。でもここであれだろうな、風止めるっていう、多分このコストだとなかなかやらんだろうね。イハト入れるとか死んだろうね。イハトだってコスト軽いわけじゃないもんね。それでまあ最後はね、アロマ3姉妹の、まあそれでもあれだね、自重じゃないけどなんとか使えたね、3形態これ突っ込んでという感じで、まあとりあえず行きましょうということで。分からんかったね。ただこの初手のこのスマトラタイプって、要は私の嫌いなメルコ様タイプって言いますけど、体力が多くて火力が低いやつ、あの何たぎりゃいいかよく分からん、うん、それがね、うん、それがよく分からんですよ。あの難しい、慣れてない使い方に、あとあのあれだね、あのリーダーにあのあれあれ福引きのやつ、そうそう、あれあれガッバルクスターが使っとるやつ、あれあれあれ、あの名前が出てこんとか、あれあれを使っとる人はあれだね。うわー、メルコメルコメルコ、これしかねえな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 、めっちゃみんなタゲ迷うだろうね。メルコは2人で行かなかんもんね。これでじゃあ2人で行きましょう、2人で倒しましょう。あのあそこはあれだね、あの教祖サバゴルボンで、うん、あれがおるんで関係だな、オンチとなおもろくんが鼻出そうになったけどまあそうだな、オンチ入れそうだな、対策するのは風防ぐとかで、風対策だもんね。競争行きたいけど、どっち行こうで、ね、そっち行くか。じゃあ俺はもう行っとく。うん？あ、そうかそうかそうか。そうだそうだ、ごめんなさい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 。そうだそうだそうだわ、恩師が俺もあんた自分で恩師って言っとってスッて押しとった俺、違う違う違う、あのあれなんですよ、あのスキルとかよりあの問題をね、ずっとそっちの方に手がいっとった俺、ね、手じゃなくて頭だね、うん、そうだね、使ってかんね、使ってかんよね今日でメルコが残っとんだけどさ、メルコ誰か行く、メルコ誰か行く、じゃあ俺こっち行くわ、うん、
ベルコ誰か言ってくれ。火力ある私は一番あれだもんな、スマトラ行った方がいいもんな。競争さんもあれだもんね、もう一回起こしてバットるから体力瀕死な状態だで、ね、めんどくせえなぞ初手のベルコだ。じゃあちょっと残しがね、ここはおじいか、あいつ火に来るだろう、火に来るだろう、火に来るな、火に来るな、火に来るな、火に来るけど、まあ使っとくか、もういいわ、使っとくわ、これ繋いだ方がいい、これは変えるかね、変えるかね、変えるかね、いや俺繋ぐぞ、いいよいいよ、じゃあ止めるわ、止めるわ、いいよ、どっちだどっちだ、止めたぞ、うん、どっちだどっちだどっちなんだ、繋いだ方がもうあれじゃねえか、いや変えられても俺使った方がいいだろう、次だっては大体みんな読めるでしょう、教祖さんを使って、うん、読めるでしょう、出てくるの読めるでしょう、それは読めるでしょう、ここは、うん、どっち使ってもいいけど、もう使っとくわ、これは。これでウーバーが多分体力的にあれだね、耐えるっていう計算なんだね。スマトラが風変するけど耐えれるか、これで。いや、私そこら辺の細かいまでの計算はあれだね。ここら辺でもほんとね、そのスキルのあれがね、めっちゃ左右するね、ここは特に。耐えれるな、さすがの計算だったな。私一応、そろばんあれなんだけどね、暗算。ボソッといったな、ボソッと。これで、一回起こしますか。うん。これ私あれか、そうだな、まあこっち沢先輩とくわ、どっちでもいいけど全体かかっとるで、ここで蘇生させて向こうあれだろう、スマトラ来るだろう、私使わん方があれだったね、まあこれ後付けのあれだけど、ウーマンが耐えたらとこ、ウーバーが耐えるだろう、風変えてもいいんじゃねえか、ここは、ここはあれだろう、相手これがあれだよね、麻雀的読みだよね、相手が何、スマトラ、こっちもスマトラ、もう風変えるしかないという状況ですか、向こう、そしたらもうこっちあれだな、こっちに皮変がおるっていうならまだわかるよね、どうしたガノン先生、変えてもあれだったじゃねえか、これはもうそのまま行こうか、行こうか、そのままもういいよ、なかなか熱い戦いだな、これでも本当にさ、いやちょっと あとこれ後で言いますわ、本当にそうなんかな、いや、あとで言いますわ。今はやめとこう。対戦終わったら言いますわ。多分そうだと思うから。うん。これもな、スピンとスピリットとかさ、ここら辺でも私あんま好きじゃないんですよ。これ本当にそうなんかな。いや、最後に言います。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 うん。私あんまりそういう嘘とかつけない人なんで、最後に言います。うん。このあれ、ちょっと待って、これもね、漢字がね、いや、わかるんですよ。そうやって言われれば、名声図鑑ってあれなんですけど、この、忠告者とか助言者とか、演説者とかで、こう今目凝らして、くーって見とるんですよ、画面を。細かい漢字を。これで向こうも、Thanks! 本当にこれあれなんかな、ちょっと待ってくださいよ。いや、言いますわ。言いますわ、言いかけたとか言おうとしとるから、 Thanks としてもこれで、前なんかの時に字があれだって言ってたんですけど、私の一番下の人、向こうの、もう言っていい、ここまで言ったら言っていいよね、
向こうの方でフレッドさんなんですよ。そんなに間違えるあれじゃないはずなんですよね、スキルとかね。いや多分ね すごいあの長いはずですよ、多分なはずなんですよ。だからね、だけどね、前確かね、いつだったかな、この画面一旦飛ばします、音があれだで、名前言わんでも分かるでしょ、私の下って言うけど、一応そこで止めておきますけど、あのね、ひらがなとカタカナありますが、要はがっていう字が漢字じゃなくてひらがなのがと漢字のが、あれが違うので、なんか同じ確かねアカウント名、ハンドルネーム名があるんですよ。あのもう言っていいがのんってありますが、あれがね確かあれだと、ひらがなが最初で次カタカナだったやつが、あれね逆だったかな、確か結構前で、最初がカタカナでね次がひらがなだったかな、なんか確かそれね、あの見た目分かりにくいですが、ひらがなとカタカナがごちゃって混じってで3文字で言いやすい滑舌の言葉で、だからそれがね確か違う人のはずなんですよ。それをねだいぶ前になんかね、なんか確かあった覚えある、うん、あった覚えある。だから同じなんかなって、いやその何間違えるとかそういうことどうのこうの言っとるわけじゃなくて、スキルとかでも多分で、あなたのはね私のことですよ、あのそういうあの色変化とか得意な方じゃないから、あのそんなにね大きな声で言わないんですけど、できる人のはずなんですよ。いやだってこうやってフレンドだから分かるもん。ただその字がどっちだったかなってちょっと思い出せんっていうこと、多分そうだと思う。別にそんな何検索までしないですよ。さっきの何対戦終わった時には確かあれでしょ、あそこってあの人の名前のとこ、要はハンドルネームのとこ行け、あれで見れるで分かるでしょ多分。だけどそういうあれじゃないんじゃないかなと思って、あのスキルとかそこら辺のところ、まあ、ということで最後の1回行きましょうということで、まあそこまで行ったらね、あのごめんなさい、私やっぱ嘘つけん人なんでごめんなさい、あのヘボさん来たわって言ったらヘボさん来たわ、あかん、やっぱあの自分でね、あの自覚しとるとか言っとるんですけど、カミングアウト症候群って言っとるんですよ。あの絶対嘘つけん、多分あの警察とかに捕まったらね、多分全部吐き出すタイプだね。あのそ怖いとかそういうのじゃなくて、あの嘘がつけん、多分無理だわ、あの喋っちゃう、なんかあの口が軽いやつ、政治家に向いてないよねね、あのその代わりあれね、いいこと悪いこと全部あれで撒き散らすので、ね、最低なやつだろうね、うん、じゃないかなって、私の想像ですよあれは多分と思ってますということで、うん、ここでいいわ、うん、これも嫌い、一番上あれでしょう、 AL なんた、そう言えたでしょ AL、 これも嫌い、朝確か間違えて入れとるもん、2回ぐらい入れたらこれあるもん、うん、あれ嫌い、これメルコいけるかな、私の体力で火力でアップしていけんかな、じゃあこっち行っとくわ、うん、これでデバラップとか出てきたらどうしようかなと思ったら、アドバンスと2つあるで、メルコやっぱあれだな、めんどくさいな、でもその分コスト30いくつ持っていくからな、あれ使うと教祖サバとか入れるもんで、最初でメルコ入れたデッキにもしたんですよ、なんだけど、お絶対向こう風変えるもんな、もうこれ使わなあれだもん、これがあれだよね、このハイパイ的に、どうする、使うなら俺やめとくよ、どうする、使うこういう時が相手ギャンブルだよね、いやこれを言いたかったんですよ、こういう時に相手はどういうあのネタで読みゃいいのかっていうの、これ自分のチームには例えば私スマトラリーダー西次郎で、味方は分かりますが疲弊するっていうのは、私もそんな匂い感じたんでスキルどうしようかって今止めかけましたが、だけど向こうのチームはネタが分からんすが、うん、それをどういう風にさ読みゃいいかなって、うん、って思ったんですよ、いや迷ったからちょっとあれなんですよちょっと黙ったんですよ、だから相手がなんかあれだときに、うん、あ、俺のことか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 、これでも別に風でもいいんじゃない、火じゃなくても
だったら打てると思うけど。あ、貯めたかったってことか。あの生きる可能性残して。そういうことかね。これでも突っ込むしかねえもんな。そうだよな。まあいいわ。起こしてマイルで。ほっとでもこのあれだね、色変の一つの判断、これがほっと左右左右で、あなたの一番苦手なとこだよね。問題以上に多分こことかあれだろうね、使うだろうね。だからあれだね、さっきのあの、頑張るくんさんはすごいあれだよね、見とるよね、あれはよくわかるわ、ほんとに。うん。的確というか、うん、あの、場を見とるよね。うん。これどっちでもいいじゃない、私使ってもいいけど。判断を要はあれだってことでしょう。これは私風のがいいと思うんだけど、ちょっと待って、おせんぼ、おせんぼ、もうおせんぼ、今おせんぼ、おせんぼ、火かけたらおさんかったんですよ。おせんぼ、おせんぼ、おせんぼ、ごめんなさい、おせんぼだけど、問題答えた後、問題答えた後、おせんぼ、あんま水に変えてないし、あの変えてないし、最低だな。でもおせんぼ、おせんぼ、おせんぼ、しょうがないでしょ、っていうことで、うん。あとあれだね、そこの中で、ね、おせんぼで、ね、まあ、言い訳しとけ。そのなり、さっきのありましたが、スマトラの、あの火とあのさ、あそこの判断じゃないけど、相手の選択肢として、どういうネタで呼んでいくかだよね。そこなんだよね。私は使うよ、素直に。うん。うん。メドリー、サンローチ、マーゴー、エクストリームリー。3人もんだな。マーゴー。3人もんだな、これ。ここでいいよ、私倒れて、ここでここでというところで全体かかって、うん、小林先生もね、あれだね、ミス的にはあなただね。なんで今あれなんだ、いや考えとったんすよ、あれなんで押し直したんだ。全体はどっちみちかかったのでいいですよ、これは。私使わん方が良かったで、あなた2回もミスしとるで、そこまで言おうとかなかよね、あなたね、うん、ねえ、そこまで言おうとかないからね、これで回復するか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、あ、ごめんなさい、あの画面が消えそうだったんで、ちょっと待ってください、ちょっと待って、これ消えろお前、ちょっと待って、ちょっと、これ消えろ、消えた、じゃあ、あのね、これちょっと待って、画面には映ってないけどね、あのスクリーンセーバーでありますわ、こうなり、パソコンにつないで、今 iPhone でやっとるもんで、画面触ってないと画面が暗くなりそうだもん で、ちょっと何、トラックパートのとこスッて触ったんですよ。そしたら、あの何、問題考えた時にカレンダー出てきやがったもんで、そこで考え、あのちょっと何、あの、私らしくないね、あの、動揺したということでございますということで。これはあれだな、あの、完全にスキルだな。あなただね。あなただね。問題とかじゃなくて、あのスキルのとこでかいで、ミスがね。あなたでかいで。うん、もっとあれだろうね。うん。あれだね。あなたの判断だね。これの動画あれだよ。あなたちょっと見直して多分勉強した方がいい。そんなもんであれだね。そんなスクリーンセーバーかなんか知らんけど、あのカレンダー出てきて焦っとんだね。あなた。センス。まずあれだろう。あの、教祖様のとこだろう。それから、あの、小町のところ。うん。これはあれだよ。デッキに助けられただけだよ。ヘボ先生。ねえ。うん。あ、ご立腹だな。ご立腹だな。トゥルトゥルって言わんもんな。ヘボさん、あれだもんね。いや、私のイメージですよ。お前、あれだな。人のことよう喋るな。あのね、喋るなんか言葉数少ないかなと思うんですよ。で、言うときは言わなかんときに言うっていうの。あれ言いましたか、番号とか言ってましたか、あれ言わなかんときに言うってんですよ。まあ、ヘボさん思っとるだろう。あのバカ野郎って。本当に、お荷物野郎がって。まあ、そんなことはさっておきまして。
デッキはまあまああるじゃないですか。まあまあってお前そんなの自分で考えてないもん。お前あるだろう、対戦中に良さそうなやつをするとなんか引っ張ってきて、あたかも俺が考案したみたいなこと言ってるだけだろう。まあまあまあ、そこら辺はね、私プライドもヘタクロもないもんで、ね、あの某一番世界で大きい国と同じような方針でございます。あ、前あれだぞお前、国家主言うなよお前、そこそれぞれ言うなよ。ということでこんな風なんですけど、スキルだねあなたは。あの英語の問題の復習もそうですけど、さっきの何あの動画のところさ、あの色変化したところのあそこスクショ撮ってさ、あの何要はちょっと待ってくださいよ。例えばさ、これがさ、あのスキル、私があの教祖様と小町のところのシーンだとしますが、まずこれを撮って、でそんで次がこれ消えますよ、消えますよ、あタスクキルシーンの良かったか。で次がこれがあの問題回答し終わってスキルが出た後のとこで、ここにあの書いとくの、あの発動するかしないかってあの判断基準のメモ、それでいいんじゃない、そういうのでもいいんじゃない。あんたの一番苦手なとこだな、本当な、問題答えとるだけだな、こんなもんってお前似たスペル間違えるくせにな、楽なんだけど。そういうことで悪くはないね、悪くはないけど、こうなるとなんて言うんだろう、風のさ、完全に独断上じゃないけど色変化した方がいい。だからあれなんだ、エボさん結構見るんですよ、あの皮変入れとるの、サイジル入れとるの結構見るんですよ。あれだから潰しに来とんだね、ここら辺は分かっとるんですよ、裏の裏を確認とるんですよね、うん、あの裏の裏のデッキ結構多分使う人だと思うので。いやお前あれだな、なんか人のウォッチャーだなお前。フレンドウォッチャー、お前それだぞ、言葉悪く言うとお前それストーカーだぞ、お前人のデッキばっかなんか見てずっと真似てトレースしてな、言葉だけで言うとなんか追跡しとるみたいな感じだけど、お前は完全あれだな、探偵みたいなやつだな本当に。ということで、まあそんな感じできましてうん。まあでも、あちょっと待った、あのあれを消したんですよ、スクショのボタンを。まあいい経験でしたね、うん、こうやってね。私の課題そこだね、あの問題もあれだけど、そこもちょっとね、ちょっととかかなり覚えてかなかよね。だから絶対あれだもんね、こういう時に色変化とか入れんよね。スマトラとか絶対3番手に入れんもんね、あんた初手だから入れたんだろうね。これ3番手だったら入れんかったらね、そんな考えなかんもんで、そこだろうね。でもそれあれなんだろうね、多分どうだろう、出さないですけど、ここの出さないですよ、出さないですよ、一応名前とか出るから出さないですけど、出さないですよ、ちょっと1回だけ言って出さないですよ、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 出さないですけど、今のランキングの要は勝利数とかありますが、対戦数とか、あそこら辺の上の方の人は多分みんな経験してきとんだろうね。あんたそんな数やらんもんね、いつもね、なんかチケットの枚数が減ってくるとやめてくもんね、シューッと去ってくもんね。現金主義だねあんたね。とまあそんな感じできましたけど、まあでもいい経験でした、あの課題でございます、うん、ここら辺もあれだね、なんかあれだね、これ対戦練習モードとかあるといいね。これゆるがりかだったら、ゆるがりでやらなあかんか、今は誰もいないようだ、渋いことばかりだよ。そうだね、ここら辺もちょっとだいぶあれだね。でもこれあれだね、練習って結局なんかそうだけど、実際に対戦やってああやってさ、間違えたりした方が、まあね、チームメイトにはめっちゃ迷惑かかってるかもしれんけど、経験にはなるよね。うん、いや本当にそう思ってますよ。だからあれでしょ、あなたあれでしょ、味方とか間違えたりとかなんかしても、あんた何もないでしょ、それ何も言わんって裏を返して、自分が間違えても何も言われても言われなくてもいいみたいに思ったんだろう、そういうなんか責任転換、どっかの政治家、お前また口悪いことばっかり言い出しやがったとかで、まあ、そんな感じで、もうあの収拾つかないんでね、だんだん言うとあんな口のボロが出てくるんでね、まあ丁寧にいきましょうということで、まあ、こんな感じでやってきまして、とりあえず明日日曜日でございまして、月曜日祝日なんだもんね。最後ロシアなんかこれコスト無制限だとかあれだね。あれだね。あのあれだね。悶絶が炸裂しそうだね。でもあの悶絶炸裂するにはあれだもんね。あの私のあれだね、秘密兵器撃つしかないもんね。多分どうなんだろう、コスト的に見てないで分かんないですけど、最後にロシアって嫌な予感してるんですよね。これコスト無制限だったらもう初手あれだよね。持っとるもん勝ちになるもんね、完全に。持ってないと何、火か風か、アテナとか使うとかっていう風になるもんね。まあそこら辺はお楽しみということでね、まあ、こんな感じでいろいろ人生はありますということで、はいということで、そんな感じで終わり。